バカ野郎。法のことはいらなかったんじゃねえの。そうかもしれません。くそっこら、やっぱダブルチーム意地見せるぜ調整。違うな、こいつらにもう覇気はねえ。最初の作戦をただ続けてるだけだ。何人いようがそれじゃ無理だぜ。抜いた。勝つ気のないディフェンスじゃ俺は止めらんねえよ。 根拠はない。だが彼らはふと直感した。その全員が10年に1人と言われる天才、奇跡の世代。彼らと同格の選手は存在せず、もし現れたとしてもそれはずっと先のはずだった。 彼らが聞いたのは扉の音。その圧倒的天才たちしか入れない部屋の扉がこじ開けられた音。また、今度は決めたけど。試合終了。 今日はよくひっくり返りますね、鏡くん。うるせえ。やったー。やったな。すごい。セリン、もしかしたらこのままウィンターカップ出場決めちゃうんじゃ。何言うとるんや。こっからやんけ。バケモンが出てくるんは。108対61でセリン高校の勝ち。ありがとうございました。荒れるで、この先は。